翌日僕たちは手分けして劇団関係者への聞き込みをしていた。内地発見者の岩永さんがやっと一家の聴取から解放されたと知り、僕一人が話を聞くことにした。岩永陽一、劇団員の中でも古参の大道具さんで、瀬戸レイトさんの遺体の第一発見者でもある。昨日見かけた時に舞台に酒をまこうとしていたことからして、演技を担ぐ典型的な古い演劇人であろう。強そう。僕の前に現れた岩永さんは心なしかお酒の匂いがした。おそらく舞台に巻こうとした時についた匂いではなく、彼自身が飲んでるに違いない。酒好きそうな顔してるもん。夜な夜な宴とかしてそう。よう、あとなんか武器とか作ってそう。また同じことを話させるのか。少々機嫌も悪い。まあそれも仕方ないと思う。佐々木課長の事情聴取です。すごく何度も何度も聞かされただろうから、何度もお手数おかけしてすみません。部署が違ってしまうとなかなか情報も流してもらえなくて、お手間は取らせませんから、少しだけ協力していただけませんか。僕がうんと丁寧に言うと、岩永さんはチェッと、軽く舌打ちして椅子に座り直した。 OK ということらしい。で、何を話せばいいんだ。そうですね、教えていただきたいのは、まず遺体を発見した時のこと。この感じは全部聞ける感じかな。まあ一応瀬戸さんの、あ、いや、遺体発見かな。瀬戸の死体か。わずかに声が進み、顔が歪んだ。お辛いでしょうけど、お願いします。なんとかこの事件を解決したいんです。お願いします。僕は頭を何度も下げた。分かった分かった、そこまでしてくれなくてもちゃんと話すから。うんざりした顔ではあったが、僕にも話してくれる気になったらしい。昨日の朝はいつもより早く来たんだ。装置の一つに塗料を塗ってて、その乾き具合が気になってたんだな。それは何時頃でしょうか。8時頃だったかな。誰かいる気配もなくて、てっきり俺が一番乗りだと思ってたんだかな。入室記録とも合致する。岩永さんの劇場入りは記録では7時58分。すでに知っていたことを聞いたのは嘘は言っていないかどうか確かめるためで、捜査の常套手段と言える。それで舞台に近づいたらちょっと変な匂いがするんで、おかしいなとは思ってたんだ。でも塗料のせいかもしれないと思い直して舞台に上がってみて、また思い出したのか。岩永さんは顔をしかめた。まあ思い出したくないだろうね、あんな死に方してたやつ。今思い出してもありゃひどいもんだった。舞台に上がったら瀬戸が倒れててよ、結構な酒の匂いがしたもんでな。てっきり舞台の上で酒でも煽ってたのかと思って怒鳴りつけてやったんだ。岩永さんの話が確信に迫っていくのに、こうするかのように胸の鼓動が次第に高鳴っていくのがわかる。あらかじめ結末が分かっていたとはいえ、この手の話は聞いていて気持ちのいいものじゃない。もしこの間に小暮さんがいたなら、耳を塞いでうずくまってしまうんじゃないだろうか。いなくてよかったね。でもよ、瀬戸のやつピクリとも動かねえから、とにかく一発ぶん殴ってやろうと思って近づいたんだよ。怖えよ。ぶん殴ろうとすんなよ、ハンマー肩に担ぎながら。そしたら足元でパシャって水が跳ねてよ。てっきり酒をこぼしたのかと思って頭に来て、まず照明をつけたんだ。そしたら遺体を発見された、というわけですね。ああ、照明をつけてから何やってんだ小僧は、って隣ながら振り向いたんだよ。そしたら舞台中血だらけでよ。そのまま腰抜かしちまって、足元見たら水かと思って踏んだものまで瀬戸さんの血液だったと。すっかり顔面蒼白になった岩永さんは力なく一度だけうなずく。何せ今まで毎日のように顔を合わせてきた瀬戸さんの凄惨な死体を見てしまったんだ。そのショックはとても計り知れるものじゃない。でもよ、その時はまだ瀬戸のやつが生きてるかと思って、とにかく助けようって思ったんだ。今救急車に乗せればまだ間に合うかもって考えて、とにかく担ぎ上げてやろうとあいつのそばに行ったらよ、奈落の間に挟まってやがって、舞台の隙間からやつの下半身が血を滴らせてプラプラ揺れてるのが見えるんだよ。やだな、岩永さんもういいです。こう風鈴みたいにプラプラ揺れててよ、あれは名前の通り瀬戸の下半身だけは奈落に食われちまったみたいで。岩永さん、軽いショック状態から立ち直らせるように肩を揺すると、岩永さんはビクッと大きく体を震わせる。この人さすがに白だな。あー、すまねえ、なんだか取り乱してしまったみたいだな。無理もありません。とにかくそれで劇団の人に連絡したというわけですね。正直無我夢中だったから順番なんか覚えてねえけどよ、安藤が来て佐伯が来て、気がついたら全員揃ってやった。すいません、お辛いのに嫌なことを思い出させてしまって。いや、いいんだけどよ。けど舞台の上であんなこと二度とごめんだ。そらそうだわな。
岩永さんは大きな拳を力いっぱい握るとうつむいたまま黙り込んでしまう。役者と裏方、形は違うとはいえ、この人も舞台を愛していることに変わりはないんだ。だとしたら岩永さんの思いに応えるためにも最善を尽くして一刻も早く事件を解決しないと。そうしてどれくらいの時間が流れただろうか、岩永さんはゆっくりと顔を上げると大きく息を吐き、呼吸を整える。で、次は何を話したらいい？ああ、やっぱ全部聞ける感じか。瀬戸霊との当日の行動について。酒の強さ、まあ当日かな。どうして瀬戸さんは朝の5時なんかに劇場に行ったんでしょう？さあな、自主練やウォーミングアップではないということくらいしか俺にはわからないかな。と言いますと？瀬戸だぜ、奴がそんなに熱心に練習するなんて考えられるものか。それに付き合ってた女が殺されたんだ。朝早くに来て練習するはずがないだろうが。まあそれはそうだね。確かにそうですよね。ああ、それから瀬戸さんはどうやって劇場に来られたのでしょうか？車じゃないのか？瀬戸の自家用車が駐車場にあったそうだからな。そうですか。じゃあもう全部聞いちゃおう。瀬戸レートの酒の強さ、瀬戸さんはどれくらいお酒が強かったんでしょうか？そうだな、好きだったがあまり強くはなかったな。少し飲んだだけで顔が赤くなってたし、公演後の打ち上げで酔いつぶれて途中で寝てしまったこともしょっちゅうだ。5時21分から7時40分の間、劇場内に犯人と瀬戸さんの2人がいたことが分かっている。瀬戸さんを呼び出した犯人が酒を勧める。恋人を失ったばかりで昇進の瀬戸さんは悲しみを忘れるために酒を煽る。あるいは犯人が彼女をなんの、一緒に飲もうと持ちかけたのかもしれない。2時間も飲んでいれば瀬戸さんが前後不覚になるまで泥酔するには十分だろう。そうだ、ここで劇団についてもっと情報を得ておこう。ではまず何を聞くべきだろう。初演について聞く、辻さやかについて聞く、五十嵐リオと辻さやかの関係について聞く。はあ、はあ、これも全部選べるのかな。じゃあ、どうしようかな。辻さやか。さやかか、あれは本当にいい女優だった。俺は大道具一筋で、正直芝居のことなんてよくわからん。だがそれでもあの子の才能みたいなもんはわかる気がしたね。そんなに芝居の上手い人だったんですか？芝居もうまいんだが、なんて言うんだろうな、ああいうのは。さやかが舞台に立ってると、それはもう演技じゃないんだ。いや、演技ってのは脚本がある以上、どこかに必ず嘘がある。役者は他人の仮面をかぶり演技をするのが当たり前だからな。だがさやかの場合はちょっと違う。本当はいないはずの人物が実在しているように見えちまうんだ。芝居をやってる間、辻さやかはどこにもいない。架空の人物が呼吸をし、泣き笑いして2時間足らずで、芝居の世界を現実に変えてしまうんだ。まあこんな言い方をしても実際に目にした人間じゃないとあの凄さはわからないと思うがね。天才肌の役者さんだったんですね。そうさな、簡単に言えばそういうことになる。とにかく芝居に熱心でそれでいて怒ったところもなくてな。きっと彼女は芝居をするために生まれてきたんだろう。あんな事故で命を落とさなきゃもっと有名な女優にもなれただろうに。天才女優を襲った不意の事故か。いかなる人物の前にも死は平等に訪れる。だが話を聞いてるだけでも辻さんの死はあまりに早く、そして理不尽なものだ。当時の事故とは一体どんなものだったんだろう。それを尋ねるには少々勇気が必要だったが、おそらくこの問いにも答えてくれるのは岩永さんぐらいのものだろう。僕は思い切って尋ねてみた。さやかさんの事故はどんな状況だったんですか？あれは本当に不幸な事故だったんだ。見れば岩永さんの手はきつくズボンを握りしめている。まだ彼女の死は関係者たちの中で言えてはおらず、生傷のままなんだろう。そこに仕事とはいえ無遠慮に踏み込んだことを少し後悔したが、ここまで来て引き返すわけにはいかない。不幸な事故、酔っ払い運転の車に突っ込まれたとか。よそ見運転で車が突っ込んできたんだ。さやかもあと一歩でいいから違う場所に立っていれば命まで失わずに済んだんだろうが、だが仕方なかったんだ。あれは運転手が悪かった。きっと神様とやらが彼女を手元に呼び寄せたかったんだ。だから。その先の言葉を待って僕はしばらく沈黙を守った。だが岩永さんは深く頭を垂れたまま、何も言葉を発しようとはしない。何か言いたくないことでもあるのだろうか。しかし僕はその先を無理に聞き出すことはできなかった。無言の岩永さんが全身でそれを拒んでいるのを察してしまったからだ。
で、他には何を話したらいい？じゃあ、関係かな？あの二人が看板女優を張ってた頃が、もしかしてこの劇団の絶頂期だったのかもしれないな。誰かに聞かれることを恐れているのか、声のトーンを一段落として岩永さんはそうつぶやいた。さっきまであれほどはつらつとしていた目の前の人物は急に力を失い肩を落としている。さやかは演技に関しては天才的な感と並々ならぬ努力を惜しまない女優だった。リオは全く逆だな。立っているだけで花がある。ああなるほどね。顔の造作を超えて人を引きつける魅力を持っていた。もちろん演技だって大根じゃないが、さやかと比肩しうるかといえばやはり、比べ物にはならないだろうな。無論どちらも舞台俳優には欠かせない能力や才能だとは思うがね。ただやっぱりリオはさやかに嫉妬してたんじゃないかね。彼女の方が芝居が上手かったから。いやー純粋な競争心だろう。さやかがいなければリオは名実ともに看板女優になることができたはずだ。五十嵐リオさんにとって辻さやかさんは目の上のたんこぶと言える存在だったわけか。だからさやかが主演を射止めた後は目に見えて二人の関係は悪化していたね。例えば安藤と寝て役を取ったんじゃないかとか、金で役を買ったんだろうとか。劇団じゃよくある誹謗中傷の類さ。まあありそうだね、そういうのは。リオも劇団内部ではそれなりに辛抱者も多かったからな。配役発表後はさやかも随分と肩身の狭い思いをしたようだが、それでも愚痴一つこぼそうとはしなかった。タフな人だったんですね。それもあるが、何より彼女は知っていたんだろう。役者が答えを出すのなら舞台の上しかないとね。確かにどれだけ言い訳をして回ったところで結果が出せなければそれまでだ。言い換えればたとえ金で役を買ったとしても万人が認める結果を出せればそれでいいのかもしれない。そしてそれは僕らの仕事でも同じことなのだ。誰かに無能をなじられても、役立たずと罵られても、最後に結果さえ出せればいい。いや、僕らだけでなく全ての仕事は同じことなのだ。結果だけが全て、残酷でもあり、至極平等でもある。で、他には何を話したらいい？ああ、じゃあ、初演に聞こうか。初演の時のことを話してもらえますか？初演か。僕の言葉に岩永さんは昔を懐かしむような眼差しで、当時の様子を思い浮かべるように答えた。あの頃はまだこの劇団もここまで大きくなくてな。無理してスポンサーをつけて、なんとか劇場を追っ立てたはいいが、金がなくて、ニッチもサッチも行かなくなってたんだ。そうだったんですか。今でこそ演劇に興味がない者にもその名を知れている千年期にもそんな時代があったのか。ま、時代も悪かったんだろうな。バブルの頃はその辺にある箱を借りて公演を打ってもそれだけで大入りになるし、金もうなるほど入ってきた。だもんで調子に乗ってこんな立派な劇場を作った途端にバブルがパチン！客も入らず、しかしこれだけの客数を満員御礼で埋め続けるのは至難の業だ。正直俺もあの時はもうダメなんじゃないかと思ったね。制作や経理が真っ青になったのは言うまでもないが、当時は安藤も必死だったよ。なんとかして客を呼び戻さなくては、自分だけではなく大勢のスタッフや劇団員まで路頭に迷うことになる。そこで駆け下ろしたのが死の動向だっけってわけだ。タイトルが発表になった時は俺たちの話かと思ったね。まったく。そう言って岩永さんは愉快そうに肩を揺らして笑い声を上げた。体勢を立て直した今だからこそ笑って話せることなんだろうが、しかしそんなにも財政難だったのなら新作の公演に充てる費用にさえ困っていたのではないだろうか。失礼ですが、その財政状況でどうやって新作の舞台を？簡単なことさ。もともと千年期は業界内では評判の高い劇団だったからな。文化庁主催の芸術祭に参加することを条件にスポンサー企業をつけたんだ。後から聞いた話じゃ佐伯が骨を折ってなんとか取り付けてきたって話だったらしいがな。安藤にしてもこれがこければ次がないというのは分かっていたから、主役から単役の全てに至るまで役者を指定し、完全な当て書きで作られたのが死者の動向だったのさ。当て書きとは役者に合わせて台本を書くことだ。演劇に疎い僕でもこれくらいの知識はある。すいません、僕知らなかったです。じゃあ主役は最初から辻さやかさんで決まってたんですね。安藤の中じゃ決まってたんだろうな。しかしまあ配役が発表されるまでは内部でもあれこれ噂はされてたようだね。天才杯のさやかか、天性の花があるリオか、どっちが主演を務めるのかってさ。動員のことを考えればダブルキャストで二人に主演をさせるのが一番じゃないかって話もあったが、蓋を開けてみれば軍配はさやかに上がった。もちろんリオも準主役の扱いにはなったけどな。役回りで言えばまあかませ犬みたいな役どころだ。
リオにしてみりゃなんで私がってなもんだろう。面白くないって気持ちもわからんではないが、安藤だってお遊びでやってるわけじゃないからな。そういう口ばかりも聞いてはいられないだろう。なるほど、当時辻さんと五十嵐さんはライバル関係にあったのか。だとすれば主役を逃した五十嵐さんの悔しさは並大抵のものではなかっただろう。劇団存続をかけた渾身の一作。しかしそれは思わぬ事故で大きく計算を狂わされたわけだ。他ならぬ主演女優の死によって。結局本番はどうなったんですか？安藤は堅くなに上演を拒否したんだ。全ての役は自分の中で決まっている。それ以外の配役で上演することは考えられないとね。いや、全く今思い出しても、あの時は大変な騒ぎだったさ。佐伯さんと安藤さんが喧嘩をしたとか。安藤さんに表立って反対を唱えることができるのはこの劇団でも佐伯さんぐらいのものだろう。だが岩永さんは顎をさすりながら首を振った。それならまだマシだったかもしれないな。それじゃあ何が？公演に反対する安藤がストライキを起こしたんだ。ストライキというと電車とか飛行機の止まるあれですよね。我ながら間抜けな質問だが、僕の中でストライキといえばその光景しか思い浮かばない。海外じゃザラにあるんだけどね、ストライキ。まあ主義主張を通すために業務を停止させるという点では一緒だな。安藤は公演を中止しないならこれ以上の演出をつけるつもりはない、舞台にも一切の責任は持たないと放棄を宣言したんだ。そのまま半月ばかり だったかな。劇団にも顔を出さずしまいさ。それはまた随分と危険な賭けに出たものだ。公演は初日直前だったというし、ともすればそのまま代表の座を失ってもおかしくない状況だっただろう。それでも安藤さんがそうした強弁姿勢でことに臨んだのは、自分がいなければこの劇団もありえないという自負によるものだったんだろうか。そんな僕の考えを見抜いたように岩永さんは苦笑いを浮かべた。最初は安藤を支持して公演中止を希望していた連中も暴挙には、驚いたもんさ。もっとも最終的にはどうしても初日の幕を上げてほしいというスポンサーの意向が通って本番を迎えることになったんだがね。よく安藤さんが納得しましたね。この一件に関しては佐伯の功績が大きいさ。あいつが劇団とスポンサー、それに安藤との間に立ってバラバラになってもおかしくないこの話をなんとかうまく収めたってわけだ。へえ。結局本番ではさやかの代役としてリオが登板した。だが皮肉なものだな。直前のさやかの死と、それをここぞとばかりにリオが喧伝したおかげで、公演は芸術祭こそ逃したが、あれをきっかけに劇団は立ち直ったんだ。まるでさやかとさやかの命と引き換えにしたみたいな。喧伝したと言いますと？結構えげつないこと言いまくってたな。主役交代は才能ある者に対する天の采配だとかなんとか言って、それがまたマスコミに受けてな。週刊誌やスポーツ誌でリオも引っ張りだこさ。もしも死の先に何かがあったとして、これもう完全に人間の仕業でしょ。今回の事件はまあオカルトルートもあるんだろうけど、辻さんがその光景を見たらどう思ったんだろうか。公演が成功したと喜ぶのか、自分の死を恥ずかしめたと怒りに震えるのか。それは生前の彼女を知らない僕には想像もつかないことだ。だが岩永さんはそれを快く思っていないのだろうということは分かった。そのおかげでリオは一役看板女優さ。その彼女の存在なくして死の動向は上演されなかっただろうからな。さやかの死さえ客寄せに使ったその手法は褒められたものじゃないが、誰もリオを責めることはできない。いわば劇団にとって命の恩人だからな。人の死さえ話題作りに使われる。それは悲しく残酷なことだが、一方ではどうしようもなく仕方のないことなんだろう。死者の時間はそこで途切れても、生きている人間は明日を生き続けなくてはならない。そのためには手段も方法も選んでいられないことだってあるのだ。今の千年期は俺のよく知ってた千年期とは全く別のものになっちまったな。ぐっと背伸びをしながら、岩永さんは妙にさっぱりとした口調でそう言い切った。そうなんですか？ああ、かつては純粋に芝居が好きな連中が集まっていたんだが、今じゃみんなこの劇団を踏み台にして、少しでも名前を売ろうと必死だ。そういうもんじゃないの？普通五十嵐リオという大船にしがみついていれば、自分もちょっとはメジャーになれるんじゃないか。そうやって目を光らせ、芝居の練習よりオベッカーを使うのに忙しいやつらばかりに見えるよ。それとも俺が年を取ったからそう思えるのかね。まあどっちもだろうけどね。それはやっぱ年食うとそういう目で見ちゃうみたいなとこあると思うよ。そして岩永さんは眩しそうに目を細めた。おそらくその視線の先にはかつての劇団千年期が映っているのだろう。いくつもの幕、大きなライト、ずらりと並んだ客席。劇場は現実であって現実ではない。
夢か幻の空間だ。ほんの数時間現実からかけ離れた世界を客に提供する。だが夢の舞台裏はこの上なく生々しい現実で、そこに生きる人たちも霞や雲ばかり送って生きているわけじゃない。怒りも妬みも憎しみも等身大に生きた感情があふれている。ただ舞台を照らし出すスポットライトは眩しすぎて、その光が浮かび上がらせる美しいものしか見えなくなってしまうのだ。僕は岩永さんに礼を言って応接室を後にした。先輩、お疲れ様であります。何か有益な話は聞けたかしら？いろいろと興味深い話が聞きましたよ。自販機コーナーに設られたベンチに座り、僕は岩永さんから聞いた劇団の話を小暮さんと鴨泉警部補に伝えた。劇団というと華やかなところばかりを想像しがちでありますが、意外とドロドロしているのでありますね。いや、そりゃそうさね。才能なんて目には見えないし、共通の計りもないわ。自己評価と周囲からの評価に誤差が生じるのは当たり前だし、その誤差が認められない人っていうのはどこにでもいるものよ。そういうものでありますか。小暮さんはしょんぼりと肩を落としている。華やかな、全部が華やかな場所なんてないよ。硬派に見えて実は大のアイドル好きだから、きっと頭の中では彼女たちの正体もきっとと考えているんだろう。アイドルなんかもうすげえよ。足の引っ張り合いやあんなん絶対。それで鴨泉警部補たちの方はいかがでしたか。あまり身のある話は聞けなかったわね。ビクビクしてるから。安藤さんから口止めでもされてるんですか。それならまだマシだったわ。それじゃあなんで。五十嵐リオさんも瀬戸麗斗さんも辻沙耶香さんのたたりに会って死んだんだって噂がしっかり根付いててね。迂闊なことを言うと次は自分も危ないってろくすっぱ話もできやしない。相当苛立っているのだろう。鴨泉警部補の組んだ足先がせわしなく上下に揺れている。たたりですか。岩永さんの話を聞いた今となれば、そういった噂がまことしやかにささやかれる理由もわかる。だがそこで思考停止されてしまっては捜査がままならない。我が身可愛さに口をつぐんで、本当に自分の安全が守られていると思っているのだろうか。小暮さんも困り果てたように鴨泉警部補に続く。関係者が口を開かないのはもとより、事務所の神棚にはお参りに来るスタッフが群がっているであります。それに劇場の楽屋も、以前辻さんが使っていた場所には花束やジュースが備えられていたであります。大の大人が揃いも揃って何をやっているんだか。無知は罪とはよく言ったものね。どうやらこのままでは拉致が開きそうにない。なんとかして関係者たちの口を開かせなくては。しかし一体どうすればいいのだろう。お払いでもしてもらうか。これはでもこれは塩酸室に戻るかも違うもんね。お払いでもしてもらうかも違うとしたら、安藤さんに協力を要請してみるべきかが一番いいんだろうね。セーブします。セーブ癖がチキリっぷりが俺の。ほい。自分もそれに賛成であります。そうね、日本人は権力と集団思考に流されやすいものだから、この流れを変えることができれば。意見の一致を見た僕らは安藤さんを見つけ出すことにした。劇団の事務所エリアの一角にある安藤さんの私室を訪れると、その部屋のドアはすでに開け放たれており、何人もの劇団員やスタッフたちが詰めかけていた。室内からは言い争うような声が漏れ聞こえ、中に入りきれずに廊下に集まった面々も険しい顔で様子を伺っている。そんなざわざわする。一室で何の騒ぎかしら。これもう物販会場ですよ、このざわざわ感は。わかりませんが行ってみましょう。コミケとかやで。おお、ざわざわしてますね。人だかりをかき分け、室内に踏み込むと大きな机を挟んで安藤さんが詰めかけた劇団スタッフと対峙していた。こんな状況で本当に公演を打つつもりなんですか。安藤、同じことを言わせれば気が済むのか知らないが、公演は決行する。不満のある者は劇団を辞めてもらっても構わない。どう言われようとこれは決定事項だ。これはなんでだ。なんでそこまでしてやんの。でも今俳優もスタッフもそれどころじゃないんですよ。なんでかね。なんでって、人が二人も死んで平常心でいられる方がどうかしています。別に舞台の上で芝居さえしてくれれば、それ以外の時間は泣こうがわめこうが自由だが。こいつろくな死に方しないんだろうな。だから。スタッフの一人が安藤さんにつかみかかりそうになるのを見て、僕と小暮さんは慌てて間に入った。
こいつが真っ先に殺されそうなもんだけどな。皆さん落ち着いてください。こんなざわざわしないよ、この部屋の広さで。邪魔しないでください。これは我々の問題です。だからといって暴力沙汰を見逃すわけにはいかないであります。大金の小暮さんに睨まれて、決起に流行っていた関係者たちもじりじりと後ずさりする。最も目の見えない安藤さんはその様子を見ることもかなわないから、顔色一つ変えてはいない。それでも集まった面々が未だ不満の火種をくすぶらせているのは気配でわかるだろう。椅子にかけたままよく通る低い声で告げた。とにかく今回の公演は何としても初日の幕を上げてみせる。五十嵐と瀬戸の死は痛手だが、それを乗り越えて完璧な舞台を作り上げてこそ亡くなった二人のためにもなるだろう。威厳に満ちた声だった。カリスマという言葉が使い古され、その本来の意味を失って久しいが、安藤さんはそう呼ばれるにふさわしい貫禄を持っていた。劇団員やスタッフたちは思わず言葉を失ったが、人垣の向こうからやじるような声が飛ぶ。そんなこと言ってまだ逃げ出すつもりなんじゃないのか、前みたいに。一度は静まった集団がその言葉で再び湧き上がる。逃げたのか、そうだそうだとやじる声に鴨泉警部補は忌々しそうにつぶやいた。人の死流間に乗るしか能のない連中ね。だが安藤さんは侮辱の声にも何ら動じることはなかった。ゆっくりと首を振る。だからこそだ、もう私は逃げることはやめた。この言葉は信じられるものと最高の舞台を作り上げる、そのための劇団千年期だ。ああ、まあ逃げたっていうのはストライキのことを言ってんのかな。安藤さんの静かな迫力に飲まれたのか、劇団員やスタッフたちはすごすごと引き上げていった。さっきまで興奮状態に包まれていた部屋はいつもの静寂を取り戻している。結局最初から最後まで安藤さんは一度も席を立つことはなく、そして慌てる素振りの一つも見せることはなかった。それで君たちは何の用だろうか。いえ、用というわけでは。騒ぎ声が聞こえてきたので心配して様子を見に来ただけです。そうか、ではご覧の通り騒ぎは終わった。もう引き上げていただいて結構だが。はあ、だがここでそれではお邪魔しましたというわけにもいくまい。せっかく安藤さんとゆっくり話せる機会なのだ。すごすご引き下がれ言われはない。さっきの話なんですが。どの話かね。要件があるなら明確に頼む。聞きにくいことこの上ないが、こんな時に頼りの鴨泉警部補はこんな時だけ知らんぷりを決め込んでいる。得意ジャンルでしょう、鴨泉警部補。聞きにくいことをズバッと言うのは。仕方なく僕は腹をくくると直接尋ねてみた。失礼ですが、初演時には公演中止を希望してストライキに入られたと伺いました。それがなぜ今回は上演にまでこだわられるんですか。ほう、よくその話を聞き出せたものだな。さすがは警察ということか。言葉とは裏腹に対して感心していなさそうなところは鴨泉警部補にそっくりだ。安藤さんはしばらく黙り込むと表情のわからない顔で続けた。前回は肝心の芝居は置き去りにされたまま、それ以外の部分ばかりがマスコミに取り上げられていた。辻沙耶香さんの死ですね。そうだ、確かにあの時も客は入ったが、所詮はマスコミに踊らされた観客ばかりだった。だからこそ今回は芝居だけで勝負をしてみたいのだ。それが理由ではいかんかね。納得できませんね。挑戦的な口調で鴨泉警部補が切り返した。公演直前に俳優が亡くなっているという点では前回も今回も同じです。今ここで関係者たちの反感を買ってまで公演を打ったところで、また興味本位の客が集まってくるだけでは。だからこそだ。人は魚とは違って同じ餌に何度も食いつくような真似はしない。出演者の死でもう一度同情と関心を買うことは難しいだろう。いや、むしろここで公演を行えば劇団への風当たりはきつくなるかもしれないな。それならなおさら。いいや、そんな状況だからこそ我々はなすべきことをなさなくてはならない。どうせ公演をやろうがやるまいが周囲は黙っていてはくれない。それを黙らせるにはどうするか。答えは一つだ。誰もが納得し異を唱えることのできない舞台を完成させてみせることだけが我々にできる唯一のことなのだ。できます？主演女優2人死んでるけどね。もはやどんな言葉にも揺らぐことのない決然としたその言葉に、さすがの鴨泉警部補も返す言葉を失う。安藤さんの瞳は光を失っているはずだというのに、サングラス越しに強い決意の眼差しを錯覚してしまうほどだ。氷のような冷たさ、研ぎ澄まされて刃のごとき鋭さ。安藤さんの姿にも言葉にも無言のうちの空気にさえ不動の力は満ちている。つまらない噂や迷信に踊らされているものも多いようだが、そんなものはやめてもらって一向に差し支えない。
舞台の外で何が起ころうともそんなことは観客には関係ないのだ。幕が上がればそこにいるのは役者ではない、別の世界に住まう別の人間だ。芝居や演技というものは台本に書かれたセリフを読むだけが仕事ではない。突き詰めれば演技することですらないと私は考えている。やべえやつだなこいつ。 では何が仕事なのでありますか？それ聞いちゃうの？野暮だな。本当には存在しない人物、あるいはもう亡くなった人々、そういったものの人生を舞台の上で蘇らせることだと私は考えている。そのためには演じている程度ではダメだ。完全に別の人間になりきらなくてはいけない。随分と高いハードルをお持ちのようですね。いけないかね？いいえ、千年鬼はあなたの劇団ですから、私たちがとやかく言うことではありません。ただそのニーズを満たす俳優なんているのかしらと思っただけです。人は誰しも自分からは逃げることができない、完全に別の人間になることなんてできないと思うんですけれど。鴨泉警部補と安藤さんの会話を聞きながら僕はふと考えた。その死のために初演を中止するとまで言われた女優辻さやか、彼女は安藤さんにとってどれほどの重みを持った存在だったんだろうか。一つお聞きしたいんですが、安藤さんにとって辻さんはどのような存在でしたか？さやかか。彼女はまさに私が求めるものを持った女優だったでしょうね。今までの話を聞いてる感じでは、私の演劇人生の中で天才と呼んでいいのは彼女だけだ。彼女の死は今でも惜しまれる。その後を継いだ五十嵐さんも亡くなってしまいましたしね。リオはさやかなきゃあと看板女優として扱われてはいたが、あれは女優としてはごく平凡な女だった。リオに才覚があったとすれば、それは演技ではなくセルフプロデュース能力と周囲にいる人間を思いのままに操ることにかけてだろうな。辛辣な言葉ですね。正直な意見を言っただけだ。もう話はこれぐらいでいいだろうか。私もいろいろと雑用があってね。何しろ劇団がこんな状況だから。会話を切り上げたいという安藤さんに僕らはうなずき交わすと部屋を自拠した。地下の薄暗い廊下に光が漏れている。稽古場らしき小部屋のドアが一つ開け放たれたままにされていた。通りすがりにその中一線を投げる。廊下とは対照的に高校と照らされた、稽古場。若い俳優が鏡の前で何度もセリフの稽古を繰り返していた。その様子を同じように見ていた小暮さんがポツリと漏らす。自分は芝居なんぞさっぱりわからない無情報な男でありますが、他人になりきり他人の人生を繰り返す役者の毎日というのはどういうものなのでありましょうか。いや、楽しい人は楽しいでしょ。それは、その言葉は澄んだ池に投げ込まれた小石のように僕の胸の奥底へ静かに音もなく沈み込んでいく。ドラマティックな他人の人生になりきり何度も悲劇や喜劇を繰り返す。それは強力な薬物のようなものなんじゃないだろうか。刺激にならされていた役者たちの行き着く先はどこなんだろう。稽古場らしき小部屋を通り過ぎ、廊下を通り抜けるとロビーに飾られたポスターが目に留まる。死の動向、事件のことを予兆するようなそれらは言いようのないまがまがしささえ感じられて、まるで一枚の絵画のように知らずのうちに見入られてしまう。そう、事件というものは絵画と同じで作者、すなわち犯人の主義主張の表れである。それこそ芝居にでも出てきそうなセリフだが、これは経験から導き出された正直な感想だ。どんな動機で何を目的にどんな人物が起こした事件か、それによって全く同じ条件下からでも事件は異なった様相を呈する。しかし今回の事件では未だにその作者、真犯人の顔が見えてこない。おセルフクエスチョン、役者殺害の動機、向こうが作品の中からその顔を覗かせてくれないのならば、僕らは与えられた手がかりからそれを推理するしかないだろう。まず大切なこと、それは犯人が何のためにこんな事件を引き起こしたかだが、犯人の目的とは、劇団千年鬼を潰そうとしているのか、個人的な恨みを晴らそうとしているのか、単なる愉快犯ではないよね。個人的な恨みかな、俺的には。これほどまでに大掛かりな事件を起こそうとすれば、やはりその原動力となるのは深い恨みや憎しみの念だろう。だがそこまで犯人の恨みを買っている人物とは誰なんだろう。劇団を潰そうとするんやったら正直安藤さんとかをやっちゃった方が早いからね。その人物は何だって、だがそこまで犯人の恨みを買っている人物とは誰なんだろうか。俺は五十嵐リオだと思うね。多分さやかが死んだことによる何かのきっかけでしょ。これは
五十嵐リオが犯人の目的だとしたら、セトレートは何のために殺されたのだろう。見せしめではないかな。偽装でもないね。怨恨かな。この一連の事件は怨恨であり、犯人はどちらか片方を殺すことが目的ではなく、二人を殺すことが目的だったということか。ってなると俺やっぱ初芝さん怪しいと思うよ。結構もしそれで犯人の欲求が満たされたとすれば、次の事件が起きる心配だけはしなくて済むが、同時にそれは真犯人逮捕が難しくなるということでもある。可能性は様々に考えられるが、まだこれだと断言できるだけの材料がない。ただ一つ確実に言えることはある。それは犯人が劇団に何らかの思い入れがあるのだ。劇団とは無関係、いや何らかの思い入れがあるんでしょう。やっぱり初芝さんが怪しいな。やはりこの事件、劇団と全くの無関係とはいかないだろう。となるとあの劇場をもっと張っておく必要性がありそうだ。翌日ってことで、今回はここまでで終わりたいと思います。また次回続きからやっていきたいと思いますので、またよかったらお付き合いください。それではまたね。